さて、プラチナランクまでに上げることができたので、上げちゃいたいと思います。なかなか長い道のりだったので、そういうことより早速キャスル側に問い合わせてもらっておいたわ。はい、これがプラチナランクの象徴。おお、プラチナの虎。闘技に出場できる試合の追加、賭場カジノプラチナエリア解放。ほう、これでキャスルは全て自由に行けるようになるし、闘技場の闘技も全部挑戦できるようになるわけ。あんな、そうや、賭場やカジノとかでもいいことがあるみたいやで、キャスルも奥深い場所やからな、自由に隅々まで探索してみるとええと思うで。わーい、お金めっちゃ稼いできたわ。あの地獄チームランブルで今2,430何万とかあるんだけど。だってじゃあ、はい、パーチナランク昇格おめでとう。ジョージョ、パーチナランク昇格本番すごいわ。まあうちは最初から信じてたけどな。でプラチナランクの得点やけど、こっちはメールで送っとくで、闘技場に出場できる試合が増えたで、賭場とカジノのプラチナエリアに入れるで、しかもファイターラウンジで買える商品も増えるらしいで、めちゃくちゃ高いシャンパンとかも頼めるようになるらしいんやけど、うちも1回くらい飲んでみたいわ。あと赤身ネットワークのことも忘れんといてな、手伝ってほしい依頼はまだあるか、早く助けに来て、ほんでまた飲み行こうな、ということで。よし、じゃあ上流、赤身ネットワーク依頼は、あ、黄色の果たし状、あ、またこいつあるのか。はい、見つけるやつでしょ。これはまたあいつが現れたということか。そうや、そして上流との最終決着を望んどる。この依頼は、金色武士本人からのものや、あいつ本人からの依頼。どうしてもリベンジしたいみたいやな。金色武士はあれからさらなる鍛錬を積んで最強状態になってるらしい。そんな自分を倒してみろという依頼や。受けるか上流。はい、そう言うと思った。あいつは今回は上流だけが目当て、四つ寺会館屋上で待ってるらしい。めちゃめちゃ強い思うから準備しっかりな、頑張り。はーい、さあ今回あの場所が決まってるみたいですね。ありがたいありがたい。ちょっとあれやな、ヒート上げてから行こうかな。なんかちょっと飲食店でご飯を食べてって感じで。お、いた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 、待ち受けてますね。来たな、待っていたぞ。まさかお前からご指名で呼び出しが来るとはな。もう街をぶらついて弱い者いじめをするのはやめたのか。まあな、今の俺はお前しか見ていない。お前に勝つために徹底的に自分を鍛え直した。今度こそ俺が勝つ。行くぞ。よし、行くぞ。さあ、来てから早速使っていくか。ほら、お、いいね。はいはい、ほら、やったー、勝ちました。おざーす、見事だ、俺の負けだ。なかなか楽しい戦いだった。大した強さだ。よほど努力したんだろうな。また俺と戦いたくなったら依頼するという今回より高額でな。さすがに3度も負けたら懲りるぜ。全力を出して負けた。もう俺は満足だ。ありがとうよ。おお、あ、200万ってうまっ。さすが上流だな。おお、26になった。あれ、依頼はあとはこれ、闘技場ストーリーを進めたら出てくるのか。じゃあ、金玉は、まあ、あれやな、裏でちょっと集められれば集めといてって感じ。まあ、大体、サブストーリー終わった感じかな。ちょっと待って、あれ、あ、そっか、休むとメインストーリー進んじゃうんだよね。そうだよね。OK、OK。行ってみようかな。なんかさ、もう闘技場の入り口のところにさ、あの四天王の最弱のやつがいたんだよね、この前バトルしたやつ。ロビーだっけ。あ、違った、間違えた。まあいいや。
あ、こいつよこいつ。上流。へい、上流、お前はもうプラチナランクだ。雑魚どもに構ってないで早く俺とやろうぜ。ダンブローディか、四天王が自らお出ましと恐れいる。上流界ともども闘技場から叩き出してやる。ひひ、そのためは特別なイベントマッチを用意させて受けるか、上流。これ10人でいけんの？勝負を受ける。イベントマッチはかなんだか知らねえが、好きにしろ。俺はどんなのでも構わねえ。よし、じゃあダンブローディやりましょう。言っておくが、俺の手下ども手強いぞ。上流界の人たちも、よく使うメンバーは、全員レベルマックス20まで上げてきたんで、どこまでいけるか頑張っていこうと思います。いて、いて、頑張れお前たち。なんかさ、親密度っていうのがあるんですけど、なんかさ、親密度上げるとさ、なんかイベントとかあんのかなって思ったらなかったわ。ジロクチームランブルに関しては悲しいね。お、いいねいいね。でもまだ人数多いぞ、頑張れ頑張れ。いて、こいつこいつタフでんな。いてててて、あ、でももうよし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 。さあ、はい、あと5人ちゃんとたまるぞ。はい、よしよし、あと2人、あと2人。ブロディがまだ残ってるか、それはすごい。最初もさ、ブロディ投げポイって投げたんだけど、すえー、体力回復いやね。めちゃめちゃ生物時間あんのか。お前らあとはブロディだけだ。フルボコしよう、フルボコ。いて、いて、え、なんか全然 HP 減らなくね。こんな回復するあいつ。あ、よかった、終わった、しました。ありがとうございます。おお、 S 初級め。よし、クリア。ダンブロディ、この度おめでとうございます。ジョージョ様、見事四天王の一角を切り崩されましたね。お客様も近年稀に見る盛り上がりでございました。おや、あちらからいらしたのもしかしてみぞろぎ様では。ああ、おっちゃん、ジョージョ、わしも客席から見とったで。あのダンブロディのチームにも完全勝利やったやないか。やっぱり見込んだ通りの男や。あんたやったらウガガミに、ウガガミさんだっけにも勝てるかもしれん。落ち着いてください、みぞろぎ様。いくらなんでもそれは気が早いというものです。ブロディ様は四天王最弱ですし、ウガガミ様は彼とは別次元の強さですから。それでも不動の四天王は初めて崩れたんや。ふ、こんな時に弓を見て何が悪い。わしの店を取ったガジェット使って戦っとるんやろ。とうとう衰えが見えてきたんだ。ちゃうと、キャスではどんな武器でも使用可能です。立場上私はウガガミ様がどう戦おうとそれを悪くは言えません。せやったらしばらく口出さんといてくれ。わしはジョージョと手で話すことにするわ。おー、疲れとるとこ悪いな、ジョージョ。けどほんのチートばかし顔貸してくれや。え、なになに、何のイベント？確かに受付の兄ちゃんが言うてたように、ウガガミは異次元の強さを誇る男や。かつて実際に手合わせしたこのわしが保証する。そう、若き日の夢は叩き潰されたって言ってたね。朝ヶ谷のよう覚えとったの。もう20年前のことや。当時わしは世界各地の格闘技を極め、人類の限界を超えた強さになったとすら考えていた。どんな相手が来ても技の引き出しは無限にあって、いや、即座に対応できた。あの時は心身ともに絶頂期だったな。せやけど、お前た時代が悪かった。我が身や男がおる限りわしはてっぺんに立つことはできんかったんや。ずいぶん昔のことだろうに。ね。ああ。
不正やな。お前もわしがやつと戦ったのはただの一度きり。ベガスの地下格闘技場で出会うた時、我が身はその日がデビュー戦の駆け出しやった。経験も浅い、技の数も知れとる。けど我が身の繰り出す愚直な拳は何よりも早く、それを防ぎようもなく強かった。逆にわしの身につけた技は何一つ通じん。それどころか見せたそばからやつに吸収されてった。たった一度の試合で何もかも奪われたんや。技もプライドも闘争心も全て。この間ガジェットを奪えたことなんて比べ物にならんほどの絶望味わったで。なるほど、確かにそうだ。以来わしは地下格闘技界を去って先に溺れ、マフィアの用心棒やら武器の密売屋に手染めて20年後ソテムに流れ着いたっちゅうわけや。キャスの王女が我が身と知った時大した驚きはなかったが、ただちょっとしたいたずら心が湧いてきた。いたずら心。せや、いつかわしの作った武器やガジェットであの我が身を倒せたら、それはわしの勝利とも言えるんやないかって。そうかもな。だがあべこべにあんたのガジェットを奪われて今じゃやつに使われてるってわけ。捕らえたやつはもうええ、所詮旧式や。これからあんたがわしのガジェットを強化して新たな次元の強さ手に入れるんや。それが我が身を圧倒した時、この老いぼれもやく世界最強短い感じることができる。今の足にできるのはもうそれくらいのもんや。けど血がたぎって抑えきれん。強さを追い求めるんがわしの生きがいなんや。上流、せやかわしのガジェットをとことんまで強化してくれんか。頼むね。あいにくチートばかし金はかかるけど、あんたにも絶対に損をしたとは言わせんさかいな。ええやろ。うん、あんたみたいな男に物を頼まれて断るなんてもね、俺にはできるわけだね。大きにな、大きにな。赤目ちゃんとこに戻るで。ほんでこれからも変わらずあんたをサポートする。わしなやれる。二人で世界最強やで。水揚げのやつ張り切りやがって。ならこっちも最強ガジェットを仕上げるために気合で稼ぐとするか。はい。あ、今回ここまで、あ、そうか、四天王のサイドストーリーが残っとったですね。なんかさ、あのずっとゲームやってるとさ、こう右上の方にあれが出てくるんですよね。あの配信禁止区間がどうたらっていうので、なんか出たと思ったらすぐに解除しましたってなるから、これあれかな、一回助け入れした方がいいのかな。これちょっとヘリポート戻って、今回ここまでにしとくか、サイドストーリー。まあね、あと3人いるからね、視点の。倒さないといけないですが。でも私さ、一回もあれなんだよね、おっちゃんのとこにいたことがないんだよ。血のられた、あ、血のられた人、あ、でもマイナスは嫌だな。臨時攻防。防御力でっか。あれ、なんかさ、ガジェットの強化とかっていうのはあれか。それは、ここでやるってことか。そっかそっか。まあいいや。じゃあ、今回のサブストーリーここまでにします。よし、ということで、じゃあね、続きをやっていこうと思うんですけど、ちょっとね、夜だから、静かにしたんですが。宵越しの金を持たねってのは、なかなか大変だな。残りは、ドブにでも捨てる。やめなさい、ちょっと。私にくれ。はいはい。つまらん冗談やめて、次行きましょう。次行きましょう。やっぱシシドは堂々とマチュアル君は気分ええんちゃいます。日陰者の生活にはもう飽きましたよ。何かありましたか。ちょっと待って、メイン進めるんだけど、ここ気になるな。なんかね、一箇所黄色いところ、なんか特にアミューズメントとかもなさそうだし。小副長、さて次はどうするか。何で金を使うの。一目引こう言うたらやっぱ女です。綺麗どころ連れて練り歩きましょうや。あ、そういうこと。なるほど、悪くねえ案だな。当てはあんのか。おお、お前ら店回って何人か連れてこい。全員ナンバーワンのキャストや。えい。すごい、いや、ええな。ちょっとここに居合わせたいんですけど、なんだこれ。なんだこれ。急に呼び出してすまんな。お前らがおらんで寂しかったんや。シシドさん、相変わらずやね。相変わらずやね。どないでっか、ジョーリー。この子たち、ソーテンボリのオールスターです。ソーテンボリオールスターだって。確かに悪くね。ジョーリューさんってクールな。クールなのは嫌いか。お金持ちのかっこいい男はやっぱりクールやないと。クールやないと。うちの客人によう言うた。ほれ、ご褒美や。おお。ああ、ほんま？どうもありがとう。お金のシャワー、もう
ええ調子ですわ、上流。こういうんがお望みやったんとちゃいまっか。ああ、飲み込みが良くて助かる。金を使わなきゃなんねってのも一苦労だな。言うてくれたらまたいつでも手伝いますわ。どっちか言うと得意な仕事や。へえ。獅子座なんか割とあれですね。覚えた。ノリがいいね。お気に。獅子座も鶴のもさ、昔戦ったと思えない、なんだろうな。あいつらは。ちょっともう一箇所行ってみます。多分ここはゲームなんだよな。あ、でもここもゲームか。いや、メインストーリーやるか。進めます。蒼天堀オールスターズを見れたからな。あれ、どこだっけ、メインストーリー。あ、そっか、あ、出たな。おい。見けたで、上流。ここまで舐められたの久々。今日は天命の命中したら死んどけボケかぞ、こら。怖っ。え、なに、あの、赤目ちゃんのところに戻るんだって。やつと戦闘やります。終わった。手間取らせやがって。手間取らせやがって。よし、オッケー。なあ、鶴野。お前なら、3000万どうやって使う？あ、どうするんですか？そうっすね。いっちゃん欲しい時計がちょうどそれぐらいの値段でしたわ。なるほど。時計の一点買いってのは、なかなか熱いな。次の機会に参考にさせてもらおう。もうこんな機会ないでしょ。ついてきます。私とかさ、なんかさ、もうあの iPhone があるからさ、腕時計なんていらない派の人間なんで、結局なんか男性はつけたい人多いんですかね、腕時計。町のもんみんな、俺らから距離置いとる。こんだけ強面が揃っとったらしゃあないか。あ、怖いわ。さて、じゃあ赤目ちゃんのところに戻りましょうか。戻るって言ってたよね。あれ、帰れないんだけど、なんで。あれ、あと2箇所やんないとダメ、もしかして。じゃあやるか。あ、間違えた。遊び足りない。あ、まだ遊ばないとダメなんだ。はいはいはい、すいませんすいません。あ、どこ。あ、ダーツか、これは。ここも遊んでいけそうなんで入ってみます。次はこの店だ。うお、プールバーでか。プールバーです、ジョリエ。ここで俺と一勝負。ビリヤードで。あ、ビリヤード無理。いいだろ、無理。おお、自信満々。中華屋、昔ハマった時期。龍が如くのミニゲームでできるって思うの、ダーツとクレーンゲームぐらい。手加減できねえぞ。お二人で勝負でっか。おもろそうですな。ビリヤードは頭も相当やります。でも勝たせてやるよ。るそう来なくっちゃな。なら楽しませてもらうさ。ビリヤードあるあるはナインボールです。勝負に勝つと何かいいことがあるかもしれません。いや、もう負けますね。はあ。え、ナインボール、1から9番のボールを使用します。定番にある、何的の中で最も数の小さい。ほうほうほう。9番ボールを先にポケットを落とした方が勝利。へえ。ビリヤード、そもそもやったことないからな。ふん、悪いな。あれ、勝った、もしかして。やりますね。あ、やった。なんか勝ったんだけど、ビリヤード。最後ナインボール9番入れたからか。やったやった。最後なんかくどいくらいさ、リプレイするから何って思ったら買っとったわ。乾杯や。
さすが言うだけのことあるで。いやいや、もうビギナーズラックってやつですね。お前もなかなかだったぜ、ツルノ。おかげでいい勝負ができた。敗者にかける言葉も気持ちええわ。そしたら勝者は称えられなあかんな。これどうぞ。あ、何くれんの。あ、お金くれるんか。俺に金渡してどうすんだ。確かに。こんなんじゃ3000万使い切れねえぞ。俺が用意した金や。どう使おうが勝手でしょ。あ、気まいいなお前ら。頭、相当悔しかったんやな。まあ、そういうことなら受け取っておくか。能力強化に使えますか。ありがたいですね。さて、じゃあ、あと1箇所かな。そうだね。何かありますか。ここは何のお店。よし、次はこの店にする。あ、飲むのかな。おー、あ、スナック、ニューモモコ。確かここカラオケあります。あ、これ歌うのか、カラオケ。これは派手に騒げますな。盛り上げ役もいっぱいおるし、歌い倒しましょう。お前らええな、気合い入れてけや。ちょっとカラオケちょっと楽曲の都合があるから、ゲームの格好もちょっとカットしますね。文句はねえようだな。それじゃあ行くぞ。どの曲にするか。おお、ジョイサウンドだ。あ、さよならサイレンナイト。いや、これにします。この歌を送るぜ。愛の手が普通難しかったんだけど早いわ、ちょっと。いいですね、キレちゃんの歌声聞けるのももしかしたら最後かもしれないからね。とてもいい順位。ヒーッ、まあ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 、ええやろ。しよう。さあ、お疲れ様でした。終わります。ふぅ、思いっきり歌ったな。全員悪くなかったぜ。盛り上がりましたな。体めっちゃ熱くなったわ。熱くなったわ。俺もです。それにしても上流、あんたなかなかええのどしておりますな。今度うちの親父とデュエットなんてどないです。俺ら命がけで盛り上げます。そうだな。そいつはいつか機会があれば考える。さて、もう十分な、この街遊び尽くしたの。赤目のとこに戻って今夜は休もう。ということで、じゃあ赤目ちゃんのところに戻ります。行きましょうか。待って、これでね、西谷をキャッスルから引っ張り出すことができるか。休みます。もしもし、鶴野です。お、どうやら西谷がキャッスルを出たらしいですわ。来たー。有名な作戦が当たったのかもしれません。キリアさんに怒り浸透っちゅうことやろ。よし、西谷が船を降りたとして奴はどこに向かう。キリアさんを追ってくんなら蒼天堀でしょうが、まだ正確な場所までは。そうか、そうか。会長がどこにおるかは俺の方でも探り入れてみます。いや、それまで14時間かも。せやけどキャッスル出たんやったらどうとでもなりますわ。あの人には悪いですが、しばらく動ける体になってもらわな。ほなまた。ほなまた。なあ上流、ちょっと今あんたのことで情報入ってきたで。お、ないないない。貴人会がキャバレーグランドに怒鳴り込んでるんやって。あ、グランドですか。上流出さんかー言うて。まずいな、グランドに迷惑かけちまったみてえ。派手に遊びましたからね。な、うちのネットワーク役に立つやろ。ああ、貴人会は何人くらいいる。20とか30言うてた。20、30。結構な数だな、はい、ほっとくわけにもいかねえ。わかった、ありがとうな、赤目。オッケー。さて、
上流。あ、やっぱあれか、キャッスルには行けないのか。よし、まあ、ちょっとグランド行きますか。ちょっと一応セーブしといて。よし、じゃ移動しまーす。よう、今日はこの店貸し切りか。お、踊れ上流。上流、お前ら鬼人会だな。そうか、こっちの探すテーマを省いてくれたんか。上出来やないかい。オーナーわしらでお前の生きる手間食べたれ。よし、覚悟はいいか。あ、二人だけか。なんだなんだなんだ。さあ中に入りましょうか。さてこっからが本番だな。いる？出よったな。お、じゃあ組員ね。では普通に戦闘していきます。よし、オッケー、倒しました。さあこの先イベントかな。それでやめるかな今回は。立たなくていいぞ。まだ痛い目に遭いてんなら止めねえがな。くそが。西谷はどこにいる？キャッスルから降りたんだろ。鬼人会は闇に潜ったとこからが真骨頂や。敵に回したが最後、いつどこから刺されても不思議はない。もう枕高くしては眠れんな。お前も親分の居所を聞かされてねってことか。ここにいる他の連中も。おうよ、わしらは知らんで。知ってたとこで絶対口割らんがんな。要は親分に信用されてねえんだろ。威張っていうことか。ほなお前らみんなただの三下っちゅうわけかい、このボケが。チンピラが人の店をめちゃくちゃにしよって。つえな。この始末どないしてくれるんや。今の支配人もグランドの。あんた上流様、おかげで助かりましたわ。こいつら急に店入ってきて私ら監禁したんです。女の子たちもみんな怖がってもうて。いや、こんなことになったのは俺のせいだ。すまなかった、全部弁償する。そんな、弁償やったらこいつらにさせますさかい。どう見たって悪いのはこいつらやん。それはどうでしょうね。花は、こちらのお店に被害が出たのは想定外だったんでしょう。が責任の一端は上流にあります。ですのでご心配なく。弁償は私の方からさせていただきますよ。被害額のお見積もりだけいただけますか。どこのどなたか存じませんが、ありがたく頂戴します。私は花輪と申します。以後お見知りおきを。花輪様、どうも大喜利。あなたも本当に立場をわきまえてるのか。ずいぶん目立つご活躍で。派手に3000万使ったから。500億の仕事だからね。うん、手抜いたらあんたらの顔も潰れんだろ。西谷をキャッスルから下ろしたまではよかったが。あ、でも結局ね、そこで早くも行き詰まってしまった、うん、ということでしたね。そうそう、まあな。逆に西谷はいつどこからあなたを襲ってくるかもわからない。グランドで遊んでるかなって。彼が本来の力を発揮すればターゲットは気づく前に殺されてしまう。
それが殺し屋の怖さです。事態は進んだように見えて、実はかなり危険な状況になったのでは。わざわざそんな嫌味を言いに来たのか。敵は近江連合でも抜きんでた力を持つ組織です。鬼人会の名前なら私だって以前から知っていました。渡瀬が彼らを警戒するのも道理です。あなた一人で敵に回すのは自殺行為ですよ。西谷の居所さえ分かればそうでもない。でしたら考えることです。敵の気持ちになって次にどんな手を打ってくるか。じゃあたら赤目ちゃんのところへ気をかけるか。どんな手を打たれたら相手が一番嫌がるのか。そこをついていけば相手を思い通りに動かせるはずです。例えば闇に隠れている敵を引きずり出すことも。相手が一番嫌がることか。なるほどな。極道にこんなアドバイス、釈迦に説法でしたね。グランドの弁償と後始末はお任せください。うん、頼もしい。あなたには500億の仕事に専念していただかないと。500億の男だからな、ケイヤちゃんはな。ゼロです。キリュウさん。昨夜西谷はおっちゃん見たが、まだ足りなかったと見える。もっとあいつが嫌がることをしよう。嫌がることをしよう。あいつが一番大事にしてるもんを奪ってやるんだ。じゃあ、なんだろう。キャッスルをな。はい。え？私組の兵隊を集められるだけ集めて、キャッスルに向かわせてくれ。俺もこれから向かう。お、会長の西谷が船を降りたんだろう。ならキャッスルの警備は今手薄になってるはずだ。なるほど。キャッスルを支配しちゃうのね、私たちで。キャッスルを乗っ取る。ちゅうことでか。ああ、力ずくでな。力ずくでな。いや、ちょ、待ってください。そんなにしたら渡瀬組と鬼人会でドンパチや。それを避けるために会長言わしたるんが俺らの計画やないですか。分かってる。お前らバレねえように目出し帽でもかぶりゃいい。大道寺を不当で襲ってきた時もうまくいったろ。そりゃそうやけど、今回は近江の身内が相手なんです。大胆すぎません？鶴野、お前は俺がキャッスルに着くまでに腹を決めとけ。悠長にやる気はねえんだ。俺は一人でも行くつもりだからな。わかりましたよ。俺も渡瀬組の頭や。今腹を決めました。お、すぐキャッスル行きます。おお、ありがとうございます。いい返事が聞けてよかった。じゃあまた後でな。よし、俺もキャッスルに向かおうとしよう。じゃあキャッスル行くか。タクシーで行けるっけ。はい、行けるわ。はーい、ゴーゴー。